たりはできない。よいしょ、スーパーパックを食べます。スーパーパック、スーペッカ、スーパーカップですね。チョコ、ちょっとあんま夜遅く食べるとやばいかなと思って今食べちゃおうと思って、よいしょ、やばいやばい、今めっちゃブサイクだった。こちらスーパーパックを、スーパーカップをいきます。いただきます。怪我治るのに異常に早い、自分異常に遅いっていう超能力ある。スプーンって誰でも曲げれるんだよ。この人隠してるけど髪が薄くなってきたなってわかる。いやー、超能力の分野じゃないですね。やば、このスプーンめっちゃ食べにくい。本当に合ってる？マピナムさんチョコミントありがとう。ヤペリさんチョコミントありがとう。あ、癒されてかな、あれ。カモリさんチョコミントありがとう。お泊まり呼ぶ方が多かったの？どうだろう、多かったかもしれない。なんかめっちゃふっかるだから、高校生で大体ふっかるじゃん。だからなんかそのままうちの家の近くとかで遊んで、え、今日お泊まりしようよ、え、いいねってなってうちの家呼んだりとか。大体の家でさ、急に呼ぶのダメじゃん。だからうちはなんか片付けてればいいみたいな感じだから。そう、夢の国車屋さんで抽選会があって、夢の国抽選会みたいな、なんかお水契約したら抽選会できるみたいな、参加できるってやつやったら当たったんですよ、ディズニーのチケットが。福フェスと名古屋のアイドルアラモード嬉しい。もう夜遅いの、セーフ。え、結構時間経ったね、そろそろ配信終わりにしようかな。ちょっと今日やばいんですよ。北海道のくまぽんプータさんチョコミントありがとう。ヨリンさんだ、やっほー。自分も家でさ、アイス食べるの久々。てか今日リア充と沖縄行く約束したんだ。めっちゃいきなり話ぶっ飛んでておもろい。チョコミントイベントやってるから昨日チョコミントアイス買ってきます。いいな、昨日うちも食べたよ。スーパーパックはチョコチップが美味しい。え、わかる、チョコチップマジで美味しい。抹茶よりもこっちを選んでしまった。はじめんご、ふっかるの家で入れてないよ、一回も家に入れたことない。パパ以外、パパとママの弟、じゃあマジで親戚にもなんか男性が、なんか男性家系じゃなくて、なんか男性家系っていうのもあれだけど、なんか本当に女性家系すぎて、なんかハトコぐらいまで行かないと男性がいないんですよ。うちの周りの男性がおじいちゃん、パパ、ママの弟、ひいおじいちゃんとかじいじとかしかいないの。このいとことかそういうので姉妹とかでいないんですよ、男の人が。だからなんか近所にちっちゃい男の子がいたんですよ、赤ちゃんのね。最近もまだ赤ちゃんだけど、マジ可愛い、やばい、本当に男の子の赤ちゃん可愛いね。なんか凶暴で、凶暴なところがいいよね。女の子のさ、赤ちゃんってぶつかってこないもん。それはなんかドシーンでくるのがめっちゃ可愛い。ジップ名古屋で嬉しいの、マジで嬉しいの、嬉しすぎるよ。
そう。え？スーカーパックの、もう分かんない、もうスーカーパックでいい。スーカーパックのバニラ食べたことない。山吹さんありがとう、チョコミント必ず釣られたい。バキューン沖縄、そう山吹さんあとありがとう。そう沖縄デートいつ行く、内緒。そうなんだ、でも結構暑だけどね。まだなんで沖縄の人会うの。スーパーカップだそうだ。同世代の男子いない、マジ身近に男子がいなかった。マジ同世代の男子でなんかこう身内だったらなんか幼馴染ぐらいしかいなくて、本当にそれ以外みんななんかおじさんとか、おじさんとか言っちゃいけないけどパパのことおじさんって言った。でも今幼馴染さんはいないから日本に、だからもうこの身近にいる人がいない。パパはとこぐらいまでたどらないといない気がする。自分はとこマジ人生で2回ぐらいしか会ったことないもん。みんなはとこに会ったことある？質問。はとこって何？そもそもはとこってなんだろうね。ドンミシャスさんチョコミントありがとう。いや分かる、マジ楽しい。温泉行きたい、ごめんいきなり大きい声出して。温泉行きたい、やばい、待って待って、駿河健康ランド行こうかな。え、そう、男の怪獣みたいでめっちゃ可愛いの。凶暴で可愛い男の子だったよ、可愛がって。え、可愛い、ほんまビラツポデヤで驚き。ん、なに、ほんまビツラポヤわかんない。カフェルチョコチップ、なにそれ、新作。男の子めっちゃ暴れる、マジ顔面にボーンってくるからさ、うおちょっと最初はめっちゃさうおってなるけどさ、慣れてくるとさうわくるくるくるってなるから、やめてってやる、できる。でもマジで可愛い、もう本当に可愛い、やばい、会いたくなってきた。TikTok 見てるとね、赤ちゃんしか出てこない。マジおすすめ、マジおすすめの TikTok 買います。 TikTok 買っていうか子供の TikTok、 マジ可愛い、本当にもうみんな可愛いからマジ見てほしい。もう今日見ないで人も見てほしいんだけど、あーちゃんとがっくんっていう赤ちゃんのね姉妹兄弟の TikTok があるんですよ。めっちゃおすすめ、マジで可愛い、やばい、本当にわーちゃんの次の自分のブーム。わーちゃんもめっちゃ可愛かったんだよ。なんならわーちゃんの LINE スタンプ今でも使ってるし。コーラにスーパーカップのバニラ、何どういうこと、コーラフローってこと、バニラが基本じゃない。あんま食べないんだよね。スーカー美味しいの、スーパーカップ、あスーパーカップ入れた、もうみんなが間違えるもどき症金っぽくなる。どういうこと、どういうこと、確かに確かにじゃなくて適当。ボディーガードやだよーだ、いらないよーだ。ドキドキ止まらへん、嬉しいへん。会社に沖縄の、え、そうなんだ、おじさんとか家族以外の親族、家族以外の親族の付き合い、マジでめっちゃ親戚の付き合いあるんだよね、最高、親戚大好き。あー、どこ行っちゃった、飛んだのに。
っくりして、冷たと思ったらついてきたった。お宅に男がいっぱい、嬉しい。だからなんか男性と関わることがマジなかったから、学校以外でこうやっていろんな男性をとで、あの、何な、なんかね、喋る機会を与えてくれてありがとう。マジコミュ障になるとこあったよ、実証。だから今こうやってみんなと話してるのはすごいと思う、本当に。ハトコいるか知らない？マジ？うん、結構みんなハトコ知らないんだ。会ったことない。おでんって静岡食べ物？静岡おでん？名物みたいな。健康なのマジ好き。おばあちゃんと行きたい。喉を見る。わかった、わかった。自分だけじゃなかった、嬉しい。マジでこれ、これでしょ、これでさ、舌をさ、って言うやつでしょ。ちっちゃい頃めっちゃやってた。この風邪ひいた時にさ、こうやられるやつでしょ、こうやって。やらないけど今やったら汚いから、こうやってってやるやつだよね。最悪、みんなやること同じなんだね、ちっちゃい子って。いや今やんないよ、さすがに。今もやってんの。いいと思う、子供心忘れないっていうのが。くるくるさんおでん食べたらしい、静岡おでん。もうぜひ、もうくるくるさん静岡来たらどうですか。だって熱海も行きたいって言ってたよね。ウェルカムトゥーザ熱海。他人の子供とか、マジ他人の子供かわいい。逆にさ、動物の動画見ないんだよね。だからさ、動物可愛いっていう人いるじゃん。で多分だけど、みんなが動物可愛いって言ってるようなぐらいのレベルで自分は赤ちゃんが好きなのね。だからまあそんな感じ。アイスのハタありがとう。そう、動物ね、動物めっちゃ見るわけじゃないよ。猿の動物、猿はめっちゃ見る。猿めっちゃ可愛い。猿やばくない？赤ちゃんの猿マジ可愛い。アイスさんあたり、スーパーカップ言った。TikTok 猫流れてくる。猫流れてこない自分。スーパーカップはオレオクッキー味も好き。食べたことない。自分新しい味挑戦しないんだよね。偽カナウじゃないわ、本物だわ。もうこの人にしたら喋んなくなるよ。あげよう、おままごとごっこしよう。おままごとごっこ、よーいスタート。おいしいね。おままごとってどうやってやってたっけ、懐かしい。普通にさ、おままごとって怖いよね。赤ちゃんなんか人形とかに向かって話しかけたりさ、マジ怖いと思う。こうやってさ、まあこの子赤ちゃんだとするよ。赤ちゃんでさ、こうやってあーしてパクパクパク、おいしいね、まだ食べたいの、あーとかさ、そこまでやってんだよ。マジ怖くない？おままごと怖っ。今めっちゃ思った、おままごとって怖いなって。ほんとトーク力高い。いや、自分のトーク力が高いんじゃなくて、ファンのみんながこうやって配信盛り上げてくれてるから成り立ってるんですよ。わかる。親戚20人？知らないかも。前はあったけど、でも親戚20人ぐらいで集まりますよ。親戚っていうか近所の人とかもよく、お正月とかパーティーごとは絶対集まる。前までは誰かの誕生日で集まってたよ。最近は参加できない。やば、めっちゃさ、今めっちゃなんかツバと、ツバとか言わない、ツバとアイスを同時にのっくんで、なんか喉がめっちゃ開いたよって話。しーちゃんチョコミントありがとう。家族と一緒の弟、わくわく、弟めっちゃ欲しかった。マジでなんか、マジ中学の時にそいとこが生まれて、マジで赤ちゃん可愛いってなったんですよ。だからママにめっちゃお願いしてた。妹が欲しい、妹か弟が欲しいってめっちゃお願いしてた。七夕に書いたもん、中学生で。
中学生でさ、七夕にさ弟か妹が欲しいって書いた。可愛すぎ自分。必ず親戚の可能性、あるかな。ありますね。わかる。逆な気がしてきたな。ネズミかわいい、ありがとう。くるくるな、ひどくかも。それな。スーさんチョコミントありがとう。シーさんチョコミントありがとう。猿凶暴じゃん。猿めっちゃかわいいよ。マジ TikTok の猿めっちゃかわいい。動物園のなんかでかいからあんま好きくないけど、なんかめっちゃ睨んでくるもん、うちのこと嫌いなのかな。鼻めっちゃ見るか、え、かわいい、どういうこと。ミンゴ赤みさん、ヤッホー、一口あげるよ。うぃー、うわー、危ない危ない、落ちる、セーフ。矢吹さんチョコミントありがとう。スーカーパックのチョコミント食べたい、あげるよ。はい、あ、うん、チョコクッキーだよ。ブランド品を 90% オフで買う方法山ほど出る。え、どういうこと。ママのセンスあり、やった、うちお母ママになれる。お口開けてなんかいとこがもう本当にいとこのお世話をほぼしてたから、マジでめっちゃもう本当に毎日もう家がマジ近いから、いとこと赤ちゃんのね、だから本当にもうめっちゃもう本当にうちが育てたんですよ、なんならいとこ。だからそういうね、ご飯とかもやったんですよ、ほらお口開けて、あーみたいなやったんですよ。だからうちはもうお母さんなれますよ。ミルクも作れます、哺乳瓶で。おむつも変えれるよ、マジめっちゃ大好き、本当に赤ちゃん大好き。ハイハイレースにも、もう出させちゃう。てぐらい赤ちゃん好きなんですよ。あー、めいちゃんに会いたい、毎日めいちゃんに会いたいって言ってるよね。ほんとに赤ちゃんが欲しい、欲しいっていうかなんか見たい、身近に欲しい、ここに。静岡遠いんだもん、めいちゃんに会いたいけど。めいちゃん、リアルおまかまこと中、大丈夫って言わないでリアル広島でおまごとプレやだキモい。アナベル何、怖いよ。チョコレートチョコレートチョコレート、そう惜しいでしょ。でも食べたいものを食べる、おままごとやりにあるっていうのは、これは今毎日やってないわやってない、やってないですよ、おままごと毎日は。毎日はっていうかやってないですよ、そもそも。まあ静岡帰っていとこになんか やろうとか言われたらもやるけど、今はやらないですよ、一人でいて。めっちゃおもろい。お腹痛いのはさ、お腹とかじゃなくてポンポン痛いのっていうの、めっちゃなんか赤ちゃん語っておもろいよね。まじ自分がめいちゃんを育ててるっていうか、なんかと遊んでる時とか話してる時のあれ見たら、あとみんなマジ引くと思う。もうバブバブ言葉すぎて、本当にもうそんぐらいなんかもうめっちゃ可愛いんですよ。本当にバブバブ言葉で一緒に喋ってあげたくなるぐらい赤ちゃんって可愛い。このままのものだと大事だみたいな、確かに子供のものだと、マジうちさ、マジさ結構いとことかお姉ちゃんとか結構同世代ぐらいなのね。本当にいとこ結構同世代で大人数いるんですけど、だからよく大人数家族みたいなでお母さんごっこしてて、家族おままごとをしてたんですよ。でもなんかお姉ちゃんに全部セリフ決められるんですよやばくない？でお姉ちゃんがめっちゃ女王みたいな感じだったから仕切ってて、これか今からかなうはなんとかって言葉を言ってとか、なんか全部言われんのマジ苦痛だった。今考えてみればそれも今となってお笑い話。ツバのイントネーションっていうか、ツバじゃないの、ツバっていうの、それキャップじゃん。たまに出てくるこの動画を見たあなたは金運アップみたいなの、なんかそのこの前さ誰かとそれ話したわ、なんかお仕事誰だ、マネージャーさん誰か分かんないけどその話したわ、あれ本当なんですかねみたいな。あ
歌の先生かな、誰かと話した。そう、お猿さんかわいい、ほぼさんいけそう、優しいママになりそうなの、たまに怒ってそう、悲しくない、え、さよならってやめて、なんか誰かのこと見に行くの、バラありがとう、めいちゃんは私が育てた。そうなんですよ、お話し会でおままごとの日を作ってるメンバーより、え、どういうこと、なんか気持ち悪くなってきたわ、なんか子供のおもちゃ、赤ちゃんの人形ある、ある、しーごくん、シャボン玉ありがとう、大木まさしさん、チョコミントありがとう、奏でてる自然にバブゴになる、意味わかんない、え、でもなんかわかる、ちっちゃい子と喋るときとか見てるとバブゴになるのはめっちゃわかるかも。そう、お姉ちゃん女王様、リアルおままごと、こっちも人形にされてた、今からじゃなんとかって言ってねって、なんか学校ごっことかもやるんですよ、それも学校ごっこも今からな、かな、今から手挙げてねとか、なんかそう、なんか謎の指示があって演技、なんか演技って感じ、演技してた今まで、おままごとっていうか演技、お姉ちゃんの台本作った演技みたいなものをしてた。イモスの企画、保育園、え、やりたい、マジで子供、マジ一番子供にモテますとか、自慢げに言ってたのね、うちなんか保育実習があって、うちマジいとこに子供ちっちゃい子いるからマジこういうの得意みたいな言ったら、なんか自分とこ一人しか寄ってこなくて、持ってったおもちゃが思わなかったんかな、悲しい、みんな5人とかいるのにさ、自分一人なの、自分の作ったおもちゃがさ、しょうもなかったのかな、悲しかった思い出。だからその一人の子にめっちゃ優しくしてあげた、もう仲良くなった、離れたくないくらい仲良くなった赤ちゃんと。せいくんとコメントありがとう、お疲れ様、リアって言うと思うことしてないわ、かなわんとかだから嬉しい、嬉しい、今よりチーカーより8割が好き、見た目が子供、中身は頭脳、その名もメンターテイコナン、東さんチョコミントありがとう、ブルーラーゴーンさんチョコミントありがとう、マイドイモスの企画でひなさん保育園行ってたけど子供たちに人気だった、え、もう任せてください、めっちゃ得意なんですよ赤ちゃん、大好き。そうで今日さ、リアチューとさ、そう、これを話そうと思った、別になんかそんな冷えで楽しくことではないけど、そう、今日リアチューと沖縄行きたいねって言って話してて、飛行機だよねみたいな話してて、あの沖縄ってさパスポート必要じゃん、入るのに、沖縄ってパスポート必要なんですよ、知ってますか皆さん、沖縄ってパスポート必要なんですよね、知ってますか、沖縄行くのにパスポートが必要なんですよ、え、みんな騙されたでしょ、てってれー、嘘でーす、嘘でーす、パスポートなんていりません、え、そらないと入れない、え、どういうこと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 、嘘つけ、え、どういうこと、え、ガチパスポート必要ってこと、え、でも一応この前パスポートなかった、はい、なくて入ったよ、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、パスポートなくていいんだよね、クソ騙された、沖縄は10年のパスポートじゃないと入れませんよ、え、待って待って、どういうこと、どういうこと、どういうこと、パスポート、え、自分この前パスポートないで入ったよ、沖縄弁で訪問持ってきて言えないと、え、え、待って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 、沖縄で、え、まずこうやって沖縄行って飛行機降りて、その後になんかスーツケースをなんか流れてくるやつに行かされたんだよね、でなんか、え、え、喋る場所なかった気がする、なんかピッてやるところあったよ、嘘だよ、え、絶対嘘、不報告、え、嘘嘘嘘嘘、嘘つきだ、みんな、みんな嘘つきでしょ、どうせ、絶対嘘だよ、この前なんで入れた、え、チケット取ったから、え、絶対嘘だよ、え、どういうことだよって、分かんなくなってきた、え、やばいやばいやばい、もしそれでさ、うちがさ前にさ沖縄何も入れないで入りましたとか言ったらさ、なんかやばいじゃん、うちやばいやつじゃん、じゃあこの前の沖縄何もやんないで入ったよって、でもなんかピッてなんかした気がする、なんか紙みたいのピッてした、やばい、待って、
別室に連れて行かれなかった。でも細い道は通った。え、嘘嘘嘘、ええでもピッてした。でも、あ、分かった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 、パスポート持ったわ、持ってた。ええ、パスポート持って、ええ、ピッてした。なんかピッてした、ピッてしたわ、パスポートだ、それがパスポート。え、絶対パスポートだった、あれあれパスポートでしたよ。だってピッてしたもん、なんかピッてして通ったですよ、細いところ。だから多分それが、あ、よかったよかった、悪いことしたかと思った。初回って限定特典ねえ、もう絶対嘘でしょ。え、嘘でしょ、嘘だねこれ、嘘でしょ。そのピが重要？あ、よかった。ええどういうこと？え、じゃあうちはピってやつは闇、違うわ違うわ、ピーチでゲットした。もうわかんない、嘘だよって、ほら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 、嘘つきだ。ええ、じゃあ結局何何何何何、じゃあのピのやつは何あれ。うちなんか嘘ついた人みたい、うち嘘ついた人みたいじゃん。なんかパスポート持って入りましたよとか言ってたけどさ。え、待って待って、結局何、じゃああれは何、え、あのピってやったやつは何。もう恥ずかしい、もうやめよう、もうなんか自分からこうやってふっかけといてさ、もう恥ずかしくなってきた。などういうこと、つまりどういうこと、もう理解ができなくない、もう頭悪くなりそう。もう前教えた送りたいぬいぐるみちが、あ、それも嬉しいよ。クーさんチョコミントありがとう。逆ドッキリ、ん？どういうこと？どういうこと？どういうこと？不法入国？スクネさんチョコミントありがとう。え、絶対違うよね。騙そうとして騙される、ほら嘘だよ、絶対パスポートいらない、てってれー、ドッキリです、パスポートはいりません。そうだよ、いらないよ、パスポートはいりません、沖縄行くのに、ドッキリでした。え、どういうこと、逆ドッキリされたってこと、つまりは。そう、このドッキリをねリア充にしました。レッスンの休憩中にリア中に言ってみました。沖縄ってねパスポート必要だよって言ったら、持ってないよって言ってたなんで、沖縄って海外なのって言ってきた沖縄は海外です。ピッてする、沖縄人は帰国するときに使うやつ、もう難しい、航空機とは別で必要、飛行機券、あ、飛行機券か、それが飛行機券じゃ、よかった、焦った。そう、え、そうだよ、え、そうだよね、そうだよね、そうだよね、偽物かな、本物なのか、本物です。ピッて、え、でもピッてやる、ええピッてやらないと逮捕だよガチ。え、ピッてやった、え、だからピッてやったんだって、ちょ、もう本当にパスポートなんかよくわからん、なんか特急券、それ新幹線やん絶対。カナダのモヤモヤが金属探知機か、めっちゃ髪が跳ねてたね、さっきさ自分も思った、なんかやばと思ってこうやってやったらさ後ろの絵だっためっちゃおもろい。通常のピッチだけ入る、入れますよ、みんな騙されて、みんなもしかして騙されてるでしょ。チョコミントありがとう。は、水勝利あつりて生まれて出てなんとかなんとかさ、チョコミントありがとう。ちょっと読めないな。沖縄は日本です、騙されてないですよ。20歳までパスポートいらない、もうわかんない、20歳とかそういうのわかんない、難しい。過ぎたことはいいとして、ちゃんとパスポート持っていってね。え、持ってない、え、ちょ、沖縄で、沖縄で、沖縄日本だよ、どういうこと、どういうこと、どういうこと。あ、石垣島とか、でも石垣島とか行ったことないから、そこの辺はわかんない、島とかわかんないです。石垣島本当必要なのかもね、もうわからない、でも島系はわからん本当に、沖縄本島しか行ったことないもん。もががりさんチョコミントありがとう。神奈川なんか面白いな、言うのは千葉行くのでパスポートが必要と思ったから、よかった。嘘なのかい、神奈川の前も知らない、チェンスコ日本渡して通してくれ、絶対嘘やん、それもうおままごとやん、それこそ13の神奈川のメディチュー。みやさんチョコミントありがとう。
夕方から使えるパスポート、もうディズニーでしょ、それ絶対おかしい。たまたまさんチョコミントありがとう。リア中がパスポート取りに行くと責任取りない、やばい本当にすいませんでした。リア中鼻だれ一番乗り、え、思った自分出ることないかな、あれかな、生誕祭とかあるってこと、え、何、結局生誕祭ってうちはないってこと。でもさ、でも自分が生誕をやるととかそういうイベントあったとして、だとしたら自分の頃にはもう鼻だれ終わってると思う、終わってるよね。だからリア中、だからリア中の鼻だれ公演をがせやるのかなと思った、だからかなと思った。だから自分は鼻だれ公演じゃないのかなと思った。僕の太陽公演で生誕祭みたいな、よく分からんけどね。そう、日本以外のとこだけパスポートに嘘つっけ、もう意味わかんない。小津原は飛行機で行けないがパスポートはいらない。何、泳いで行くの、沖縄けどパスポート必要だったの50年前以上、え、必要だったの、え、すごすご、みんなよく撮ったってこと。証拠は、じゃあフレーズは後ろの絵自分だよ。糸井さんちょっと見てありがとう。いや、カナも別に出たかったよ。カナも出たかったけど、別にまあ落ち込みません。そんだけではもう落ち込まない。別に落ち込まないし、クロちゃんだもん。なんとかだし、落ち込まないしんですよ。落ち込まない。なんでかっていうと、別になんか、別にいいから。いいからなんか、なんだろうね、なんか、福祉も出させていただくし、イベントなんかそういう、外のライブ出させてもらうから、まあ、別に何も思わなかったかも。そう、でもなんか何も思わなかったかも。だから別に大丈夫、みんなうちのメンタルとか気にしてくれてありがとう。何も思わなかったてかもともと出れないって思ってたから、みんな別になんか出れるって思ってたならちょっとうってくるかもだけど、もともと出るなんか自分が出るって思ってないから別にね、多分生誕祭、え、そうだから生誕祭あれかなと思った。リア中とかそこでやるのかな、だからさ覚えるのかなと思った。よく分からんけど自分、あ、きもね、そういうことか、生誕祭あるはず。あ、ドッキリグランプリ出てほしい、出たい。僕最近来たで前生誕祭の気まずそう、え、確かに気まず沖縄アメリカ、え、そうなの、11月、そう。で、中生誕しては早すぎ。だから、そのポジションを覚えて、やっていくのかなと思った。で、その、やるのかなって思った。わかんないけど。まあ。なんか、てる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 。右が通行ない？どういうこと？え？どこでも右が通行じゃないの？フェス出るしね。そうだし。嬉しいし。そう、別にだから何とも思わないかも。今。なんか今は結構精神状態いいかも。何も思わないもん。へっちゃらランランド。ランランドって感じ。うん、なんだろう、なんでだろうね。わかんない。だ結構なんかさ、追い詰められてる時があったらさ、こういうのがあったらさ、もうなんでうちじゃないんだよとか思ってるかもしんないけどさ。マジなんか何も思わないかも。マジなんだろう、なんで何も思わないんだろう。ダメだよね。でも一回思ったら自分ね、忘れられないからね。まあよかった。今日に関しては何も思わなかった。なんだろう、なんか遊びや計画立ててるかな。そう、静岡帰った時にさ、マジ楽しいんですよ。楽しいじゃない、楽しみなことをたくさん計画を立ててて、だから今なんか何があってもノーダメージ。今日のレッスンだったことちょっとなんかイライラしたけど、ノーダメージ。他はよいしょ、ちょっとリップがなんかめっちゃ漏れてる。じゃあ調理するのかな。先輩に高木さんチョコミントありがとう。そう、小高いいちごつ、え、おっそ、高木さんチョコミントありがとう。エリーさんチョコミントありがとう。うん、妹、そう、嬉しい、妹さん出させていただきありがとうございます。嬉しいです、めっちゃ嬉しい。大好きだもん、面白くて大好き、学べるいろんなことだから嬉しいです。カリさんチョコミントありがとう。フェス休み取りたい子来て、カリさんチョコミント、あ、ハートありがとう。ノーダメージ大切そう。ふーん、別にいいもん。
うちだってあるもん。昇格したんだから胸張っておきな。それな、仕事量によってメンタルが変わるのはいいことだと思う。そう、まあ別に今はなんかノーダメージだったね今回は。うわ、でもこれでもし自分がそのアイドルアラモードとかあの副フェスとかなかったら結構ダメージ受けてたと思う。はあ、仕事ないじゃんって思ってましたよきっと、胸で病んでたと思う。だからよかった、ありがとうございます。高いね松也、成長したんだよ。かなう先輩、先輩やばい、レッスンの満100個お願いします。言えない、言ったら怒られちゃうもん。言わない。モース見てる人あんまりいなそうだからもっと宣伝してほしい。確かに本当に見てほしい。なんであんな面白い番組ないの TikTok。 なんかダメなの、切り抜きとか出したら、切り抜きとか出したらめっちゃおもろいのに。絶対 TikTok で切り抜いてほしい。誰か切り抜き屋さんやってよ。自分がやろうかな TikTok 初めて。モリモリさん、アイスありがとう。だって大体うちも TikTok 結構出てくる。そういうさ、アイドルの番組、バラエティ番組系出てくるよ、切り抜きみたいなのが。ポジティブ、ノーダメージ意識できるように見習えます。見習、自分のメンタル見習わない方がいいよ。自分 めっちゃそんなポジティブじゃない。ポジティブ人間俺、もうごめん、さっきからさポジティブ人間俺って言ってるけど、あのヤングスキニーさんのゴミ人間俺をなんかに当てはめてるだけだから、ほんとしょうもないから気にしないで。特になんか俺って自分のこと言ってるわけではないから、ごめん、なんでもない。そう、福祉嬉しい、ありがとうございます。しおりんさんチョコミントありがとう。あいしおもさん、しおりんさんチョコミントありがとう。旅行も楽しいけど仕事遅れ。そう、旅行も楽しいけど仕事遅れ。旅行をする仕事でもいいですよ。今ネレーションフリーザーの人、何フリーザーって。 TikTok は無法地帯だからね。別アカウント作って本人が気抜いてたら面白い。やばいやばい、めっちゃフォロワー増えてさ、いきなり顔出ししてさ、気抜きアカウントだったのに、いでかなだったって言ってるみたいな。気抜き難しいんだ。なんでやねん、可愛い膝見えていいよ、見るな。そうなのか、めっちゃおもろいよねああいうのって。 TikToker なりたい。 TikTok やりたい、マジ TikTok やりたい。うわ、今日マネージャーさんだったから言えばよかった。マジ TikTok やりたいんですよ。TikTok。 そう、なんかさ、自分さ友達さ TikTok さ結構上げてるんだけどさ、上げてる子がいてさ、そう TikTok 上げてる子が高校生の時にねいて、めっちゃさ昨日見てて、そういえば見てたんですよ昨日 TikTok 漁って、見てたら出てきてさ、うわめっちゃ懐かしいって思ってさ、歌詞動画とか作ってる子なんだけど、ね、めっちゃ懐かしくなってなんか涙出てきた昨日夜。ああ高校時代懐かしい。福士さんもチケットゲットした、嬉しい、楽しみ、かなり楽しもう。確かにかか楽しみだね。某メンバーが秘密で TikTok 初めて気がつける作戦を考えてるらしい。あ、待って、それさ自分さ、それさ自分も考えてさ、それマネージャーに言ったんだよね。てか言ってる時点でさ意味わかんないよね。そう、なんか TikTok やりたいけど、いやなんか許可取るのめんどくさいし、結局ダメって言われるしみたいな。じゃあ秘密でやって、なんか事務所にバレたらみたいな。でもさ事務所にバレたらとか言って、結構さそれで事務所にバレた時点でさ結構バズってるってことじゃん。でバズってフォロワー多かったらさ絶対さそのアカウントは消されないわけで、だから別になんかそうやったらめっちゃいいんじゃねみたいな。もしバレてもフォロワーも多いし、いいねも結構バズってるから、だからよくねみたいな思ってそう言ったんだよ。その時にいた、そこにいたマネージャーさんに言ったら言っちゃった。そういえば意味なくね、言ったらやばTikTok やりたい。そう、一時期うちそれ考えてた自分で。いやでも怒られて、もしそれでガチバレして普通にフォロワー多くて、なんかいいねもあって、それで怒られ、でも消されたらやばいよなと思って。確かに作ったの自分が悪いから、そんな前なんか意思に従わなきゃいけないじゃん、上の人の。消せって言われたら消さなきゃいけないし、それでもしかしたら仕事ゼロになっちゃうかもしれないから、ちょっと真剣に考えた。一回真面目に考えようと思って真面目になってみた。そう、
でもさ、もうバズってるんだからさ、もしさめっちゃバズった場合さ、消せなんて言われないよねって思った。普通に得 SU 得なるくない、 TikTok とか音楽とか、そしてバズったら TikTok 始めて毎日したい。かなちゃんの妹に切り口させよう。妹そういうの好きだよ。こうやって TikTok 撮るとこを引きで見たらシュールでもろかった。やばいやばすぎる。めちゃくちゃ加工して TikTok あげようかな。誰かわからんぐらいに。嘘、時間大丈夫だよ。マネージャーに秘密ない。それな、加工次第作詞かな。 SN の宣伝にもなるはず。そう言っちゃった、先にバズる作品。そう含め、むしろスタッフに相談して戦略的にやるのが正解と思う。確かに。でも結構話しましたよ、その TikTok やりたいでどういうやつとか、そういう話はしましたよ。燃やして売る炎上商法、炎上商法いいと思う、いいと思う。別にだってうち炎上商法で知った TikTok か、今も全然見るもん普通に。でもアイドルだからダメなのかな。マネージャー巻き込んで始めたら羨ました。サイバーボブさんチョコ見てありがとう。リスク、そうリスクある、ノーリスクノーターン。すごい強いドンさんチョコ見てありがとう。すぐに TikTok 消したくないからやめて。やばいめっちゃおもろすぎる TikTok ね。ただの一番恥ずいのが500再生ぐらいの段階でバズる、めっちゃ恥ずかしい。でもさマジで思うのがさ、ああいうのってさ結構連絡先でフォロワーとか出てくるからさ、なんか多分 LINE とか繋がってるからさ、うわ、ん、ってなるよね。出てきてあれこれはイデじゃないかみたいな、なるかもしんないからちょっとやめますね。私は500再生でバズるめっちゃ恥ずい、もうマジでちょっと無理かも、それ考えたら。顔隠しちゃう、なんか結構あるよね。なんか顔隠して何日後にとかさ、そういうの結構あるよね、流行ってたよね。顔隠してなんか歌だけ歌ってるやつとか、カラオケのやつとかもあるよね。有名な事務所に入ってるなんとかですみたいな、隠してやるやつ。事務所にバレたらやめますとかあるよね。それあんまり、なんだって X で成功して成功してないよ。成功したらもっとおらいっぱいいたよ。今日スーパーで買い物してる、棚すぐ待って、かわいい、やばい、赤ちゃんに会いたい、赤ちゃんに会いたいよ。赤ちゃん見たくなってきた。キートさんチョコ見てありがとう。アベマの時の加工だとギリバレない。確かに加工しすぎたら自分ってバレなくね。 TikTok どんな動画出したいん。広島で有名な食べ物は何だと思いますか。ランキングのやつ。嘘冗談。それ最近めっちゃ出てくるんだよね、ランキング。広島で有名な食べ物ランキングで、なんか広島のさ、あの流れ川らへんにいるさ女性方が答えてるやつ、カキとか言ってみた、答えてるやつ、そういうのが出てくる。カキ、違うの、もみじまんじゅう、そうやってなんか当ててくゲームみたいなやつめっちゃ出てくる、広島に限らず。自分そういうのやろうかな。自分あれがいい、これ後ろ材料も垂れてて、右左どっち、右って言ってなんかいろんなもの混ぜてミキサーで混ぜたら変なものができるやつ、変なものを飲まされるやつ。まあ嘘でも別になんか何でもいい。リデリーがったな、マジ。そうもう本当にすいません。メンバーの髪を切るドッキリ、信じられてる、悪い意味で炎上したい。何それ、なんかさ炎上、わざと炎上しようでさ、なんかバズろうとした人たちいたよね。あんま最近見てないんだけどさ、なんかマネージャーがみたいな、なんか結構めっちゃ裏を暴露みたいな、それ結構なんか結局やらせだったみたいな、暴露されてたよね。画面かぶるのどういうこと、こんばん、画面隠して部屋とか服でファンなら気づいて、そうなんだよね、目だけ配信よくやってるからバレる。そうなんだよ、忘れてないよ坂田清水さんのこと。ええやん、ちゃんとしてるやん。そう UFO キャッチャー攻略動画やばすぎ。でもそういうのもさ、わざわざ UFO キャッチャー、外で撮るのって結構大変だよね。なんかわかんないけど、いろいろルールあるじゃん。音楽ダメとかさ、なんかよくわからんけど、そういうのがあるからさ、外で撮るの難しいよねって考えて、家の中で撮れるやつがいいね。UFO キャッチャー攻略動画めっちゃいいけどさ、でめっちゃ見るよ、うち TikTok で。なんか UFO キャッチャーの中に現金が入ってるやつ、ダメなのにみたいな。あれなんかやらせみたいな感じだった。流れ感女性で、そうなんか知ってますか、誰か。吉川さんチョコ見てありがとう。確かにラファエルと同じの被ろうかな。吉川さんチョコ見てありがとう。似てる、知らんけど
ひろみさんチョコ見てありがとう。アサイボール作ったらバレる。イデカナ、あ、アイドルの一日で顔出してるのはモザイク。でもアサイボール作る。で、ツインテールでしまってる。もう終わり。バレまーす。いいな。アイドルの一日とか需要あんのかな？誰が見たい？自分がアイドルのオタクだったら見たい。こんばんは。左右どっちだったら静岡だったら忘れびれそう。いいよ、やりたい。 SU の裏を暴露しても、うやばいやばい、もうやばいやばい、怒られちゃう。その立ち位置下げられる。立ち位置命。わさび同時の歯確かに入りそう。アイドルの一日ルーティン、わわ、ようキャッチャー元気の動画を見よう。すごい。え、それな、マジで。もうあれってだって、ようキャッチャー家にあるってこと？よくわからんけどさ、すごいよね結構って思った。見ながらなんか名前ついちゃったけど話。よし、コメント読んだので配信終わりにしよう。やばい、もうこんな時間終わります。ごめんなさい、もう本当にやばいです。13位高木さん、12位かんちゃん、11位 TM さん、10位おのっぴー、9位しおりん、8位ゆうゆうさん、7位ほうりさん、6位山吹さん、5位はんしさん、4位はべのぴさん、3位そらがうにあてさん、2位とむともさん、1位はたんたん。ありがとう、たんたん、ありがとう、嬉しい。とむともさんもたんたんもあんしさんもありがとう。じゃあありがとうね、たんたん、ありがとう。久々。すくねさんチョコミントありがとう。まさしさんチョコミントありがとう。まさしさんありがとう。チョコミントありがとう。おやすみ、ミートボールビーム、上からビーム、お風呂入るよ。もちろんだわ。窓物はもう開いてる。一歩一歩ための食事はしゃべれる。え、そうなんだよ、それアウト。なんて久しぶりなの、お皿もこんなにたくさん、閉ざされてた部屋もお祝いのためにきれいに、あちゃん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 。やばい、結構テンション高い。バイバーイ。わあ、風呂面倒。嘘だよ、そんなこと言ってないよ、アイドルだもん。ぶち切ります。テル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 、おやすみ、みんなみー。